んにちは、ビライフのマリコです。今回は脂肪燃焼に効果的なダイエットヨガを行っていきます。しなやかで美しいボディラインを作るのにとても効果的なエクササイズです。チャレンジポーズも出てきますが、できる範囲で大丈夫ですので、楽しみながらぜひチャレンジしてみてください。マットの前の方に足は拳1個分ぐらいのスペースでまっすぐ立っていきましょう。さあ呼吸を整えてスタートします。吸って両手を前から上に持ち上げて、吐いて右へ振り向いて腕をゆったり下ろしましょう。さあセンターから吸って両手上、吐いて今度左へ振り向いて腕を下ろします。もう一往復いきましょう。吸う呼吸気持ちよく伸びて、吐いて右へ回旋、腕を下ろす。ラストを吸って伸び、左へ緩やかに背骨をねじります。もう一度吸って高く上に引き上げて、吐いてそのまま前屈、両手下、頭一度リラックス。さあ吸う呼吸でハーフアップ、遠く見て背骨の長さ保ちます。右のつま先立て、左手を上に持ち上げましょう。さあ背骨の長さ保ちます。さあチェンジします。今度左つま先立て、吸って右手上、胸の広がりも感じていきましょう。さあもう一往復いきます。右のつま先立て、左の手を長く上に引っ張って、ラストチェンジ、左のつま先立て、右の手を上です。気持ちよく胸を広げて、両手下、一度首頭リラックス。さあロールアップ、背骨柔らかく上体を起こします。両手を横から上、吐いて胸の前に一度下ろして合掌しましょう。さあ足をそれ、お腹を薄くします。さあ吸う呼吸で両手空、吐いて両手下です。さあ吸ってハーフアップ、遠く見て両手下ついたら足を後ろに引いてプランク作りましょう。かかとから頭頂引っ張り、お腹を薄くします。さあお尻高く、両膝ぐっと曲げて、そのまま背中丸く、上体前、手首の真上に肩プランク、繰り返します。両膝深く曲げ、お尻を後ろに突き出したら背中丸くしたまま上体前。さあ背骨波打つように動かしましょう。さあ指の付け根でぐんと床を押して背中丸めて前です。さあラスト、背骨長く伸ばしたら丸くしてプランク、手首の真上に肩。さあお腹薄くして右の膝から胸に近づけます。交互にいきましょう。ニートゥーチェスト。さあ交互に膝を胸に近づけます。腰の高さ保ったまま行っていきましょう。あと4つ、4、3、2、ラスト。OK。では右の膝、股関節の下について、そのまま左足、右腕遠く引っ張り合いっこ。さあ2トゥエルボ、肘と膝をタッチしたら伸ばしてオープン、元へ戻す。吐いて肘膝近づけ、吸って伸ばし、そして外へオープン、センター戻す。繰り返しましょう。さあ体幹を安定させたまま行っていきます。左右均等に重心を乗せたまま行っていきましょう。さあお腹を薄くしてラスト。さあそのままホールドをキープ。さあ後ろの足は長いまま下ろして、両手ついたら右のすねを90度外向き、体左へ開きます。上の手をゆったりぐるーっと回していきましょう。さあ左胸、肩、肩甲骨柔らかく、気持ちのいいペースで回してください。では切りないところで上体を起こしましょう。両手をそのまま広げ、右の手を頭上側屈。さあ中心戻したら左膝曲げて尾骨下、両肘90度曲げて左へツイスト。センター戻してストレッチ、右の手上、左の手足に下ろして側屈から、センター戻し、左の股関節しっかり広げておきます。肘を曲げたらおへそは前の膝に向かってツイストかけていきましょう。繰り返します。さあ流れるように動きを繰り返し行っていきましょう。
さあ左の膝親指側に倒れないようにしっかり股関節広げておきますよ。ラストもう1セットいきます。さあ尾骨を真下に下ろして股関節周り血流を高めていきます。 OK、 では右の手を肩の下、左の足床と水平にアップ、つま先正面。さあ後ろにぐっと足を引いて回していきましょう。さあ骨盤動かないようにしっかり股関節から動いてお尻の筋肉に刺激を与えていきます。さあ反対回しも10周、2、3、4、5、6。さあ体幹ぶれないように、4、8、9、10。 OK、 10周したらそのままホールド、目線上。では足を伸ばしたまま下ろして、右の足後ろにつけサイドプランクです。左の手右の脇の下くぐらせてオープン、そして上の足をリフト。もうちょっと繰り返しましょう。左の手右の脇の下くぐらせてオープン、左の足リフト。きつい方はここ右の膝を床に下ろしたまま行ってみてください。さあ腰の位置をしっかりと引き上げて行っていきます。さあお腹を薄くしてラストもう1セットです。さあ上の足上げたらそのままホールド、お尻がキュッとサイド引き締まるのを感じましょう。さあ目線下、両手肩の下です。プランクからチャトランガ吸って、マイスタイドアップドッグ吐いてダウンドッグ、呼吸を整えていきましょう。はい、では右の足を吸って高く持ち上げます。右膝カクンと曲げてお顔右側スリレッグドッグ、右足もう一度長く伸ばしたら両手の間にそっとついていきましょう。さあ後ろの膝ついたら両手上、横からゆったり下ろしてお尻高く突き上げ、前の足にお辞儀していきます。繰り返します。前膝曲げて後ろの膝ついて吸って両手上、吐きながら両手横からゆったり下ろしてお尻を上に突き上げる。さあ繰り返します。土台を安定させたまま行っていきましょう。さあ胸の広がりも気持ちよく感じていきます。そして足の付け根、股関節の広がりも感じましょう。ラストもう一往復いきます。さあお尻を高く突き上げて、前の膝曲げて両手肩の下プランクです。さあお腹を薄くしましょう。さあそのまま両膝曲げ、お尻をプリッと後ろに引いて背中丸くゆっくり上体前へ重心移して、手首の真上に肩、繰り返します。さあ背骨上ぶつように背骨しなやかに動かしていきましょう。あと2回です。お尻後ろ両膝深く曲げて、ぐっと指の付け根で床をして上体前です。さあラストいきましょう。お腹薄くおへそ背骨に引き込んでプランク。さあそのまま右の膝から外に折り曲げていきます。右脇に近づけるように交互にいきましょう。この左膝外、さあ腰の外側のお肉をキュッと潰すようなイメージで行っていきます。あと4回、4、3、2、ラスト、ナイス。プランクから左の膝を股関節の下に下ろします。右の足長く伸ばし床と水平、左腕持ち上げましょう。反動に、さあ息を吐いて肘と膝タッチ、吸って伸びてオープン、センター戻す、繰り返します。吐いてお腹潰す、吸って伸びオープン戻す。さあ左右均等に重心を乗せて行っていきましょう。さあ腰が反れやすいです。お腹を薄くしたまま行っていきますよ。ラスト、さあホールド。さあそのまま右の足は長いまま下ろして、左のすね90度外向き、体骨盤右側開きます。そのまま右の手をぐるっと後ろからゆったり回していきましょう。さあここは気持ちのいい動きです。胸肩リラックス、緩やかに回していきましょう。はい、
では切りのいいところで上体を起こしたらそのまま流れで左の手頭上側屈します。はい、上体を起こしたら右の膝折り曲げ尾骨下、肘90度曲げて右へツイストです。さあ繰り返しましょう。さあ右足に向かって側屈、上体戻したら右膝曲げて肘90度、そして背骨長くツイストかけていきます。お腹周りも刺激をしていきましょう。さあ流れるようにこの動き繰り返し行います。さあ曲げる膝、親指側倒れないように注意して股関節の広がりしっかり感じていきたいです。ラストいきましょう。さあ尾骨は真下です。OK、 ではそのまま左の手を肩の下、右の足アップ、膝つま先進行方向です。さあ伸ばす足後ろに引いてぐるぐるぐるっと股関節から動かしていきましょう。お腹薄く、さあ骨盤自体がね動かないようにキープしたまま行います。さあ切りのいいところで10周したら今度反対回しも10周、2、3、4、5、6、7、8、9、10周したらそのまま足ホールド、目線上にしましょう。さあ伸ばす足落ちてこないように、 OK、 では下ろしたら足を下ろしてサイドプランクです。さあ右の手左の脇の下くぐらせて上体戻したら右足リフト、さあ繰り返しましょう。きつい方は下のお膝をマットに下ろしたまま行ってください。さあ足を上げるときはしっかりお尻サイドの中殿筋を意識して使っていきましょう。さあお腹は薄くしたまま行っていきます。そう、その調子、ラストいきましょう。アップ、さすがマホールド、 OK、 ではプランクからビンヤサーチャトランカ、セットアップドッグ吐いてダウンドッグ、呼吸整えます。さあ吸う呼吸、左足上に高く、スリーレッグドッグ、お顔左側へ。もう一度足伸ばして目線後ろから左の足を両手の間に一歩出していきましょう。さあ後ろの膝ついたら吸って両手前から上、吐きながら腕を横からゆったり下ろしてお尻を高く突き上げます。前の足にお辞儀しましょう。繰り返します。さあ後ろの膝ついて三日月のポーズから、腰反れないように気をつけて、さあゆったり腕を回し下ろしてお尻を高く突き上げる。前の足裏にも伸びを感じていきましょう。さあ気持ちよく流れるように動きを繰り返し行っていきます。さあラストも1セット、では後ろの足を前に揃えてチェアーポーズ、お尻をぐんと後ろに引いて両手頭上です。さあ背骨長くストレッチしたら両手を胸の前に合掌。さあヒールアップ、かかとを上げてチェアーポーズ、繰り返します。ヒールアップ、さあぐっとお尻を後ろに引きます。さあつま先立ち、かかとはしっかり持ち上げてお尻をぐっと後ろに引く。さあ内もも引き締めていきますよ。さあ足の内側広がらないようにしっかりと内側に中心に引き寄せるイメージで行っていきましょう。さあいける方は低く重心を落としてあと4回いきます。さあお腹は薄くして、膝はつま先より前に出ないように気をつけて行っていきましょう。さあその調子です。ラスト頑張って、低くグッと下ろす、 OK、 ナイス。そのままヒールアップ、つま先立ちです。さあ内側引き寄せてお腹薄くしましょう。さあ体の軸取れたら両手上、吐いて両手下下ろします。吸ってハーフアップ、吐いて下プランク作りましょう。プッシュアップ5回入ります。1、2、3、さあ脇締めて4、さあ5回目、
胸広げてアップドッグ、吐いてダウンドッグホールド。さあ右足上に高く持ち上げて3レッグドッグを顔右側。さあ右の足を持ち上げます。さあ右の膝胸に近づけて吸って高く持ち上げる。吐いて右の膝前にぐんと出して吸って伸ばす。吐いてお腹をぐーっと縮めましょう。ナイス。さあラスト右膝胸に近づけたら両手床プッシュして右の足を両手の間に一歩出していきましょう。さあ土台保って両手前ならえランジから、さあ吸う呼吸で両手をオープン広げて、さあそのまま両手頭上斜め前に上体倒します。肘を曲げて伸ばす。上体を起こす。吸って両手オープン。吐いてそのまま上体斜め前キープしたまま肘を曲げてプルダウン。伸ばしたら上体起こして繰り返します。さあ土台がねちょっと崩れやすいです。足元をしっかりと安定させて行っていきましょう。特に右の足母指球をしっかりと踏み込んで行っていきます。お腹を薄くラストいきましょう。吸ってオープン前から風浴びるように。さあ上体は斜め前プルダウン。さあ両手頭上のままハイランジ上体起こします。両手胸の前に合掌したら右へツイストをねじり、上体斜め前に倒します。左の肘とももをあてがって、さあ肩をぐっと下ろしてランジツイスト。さあ背骨の長さを保ちます。さあ目線を下に移したら後ろの足をポンと蹴って前に揃えましょう。さあここもぐっと内もも引き締めて、もう一度チェアポーズ右へツイスト。さあ膝をしっかり揃えます。内もも押し合って OK。 中心楽に力を緩め、ロールアップ。両手横から上、吐いて胸の前に下ろして合掌していきましょう。吸って伸びて、吐いて下、吸ってハーフアップ、吐いて下。さあ片方ずつ足引いてプランク、プッシュアップ5回です。きつい方膝つきながら行っていきましょう。脇締めて、さあお腹薄く。さあ5回目は肘曲げたら前にスライド、アップドッグ、吐いてダウンドッグホールド。さあ呼吸しましょう。左足後ろに高く持ち上げ3レッグドッグ。もう一度伸ばしたら左の膝を胸に近づけて吸って、もう一度高く引き上げます。繰り返し、吐いて左膝前、吸って伸ばす。吐いて前、吸って伸ばす。さあラスト左の足を両手の間に一歩出していきましょう。さあランジバランス保ちます。両手前の台から、さあ吸う呼吸で両手を横にオープン広げて、両手前上体斜め前保って肘を曲げます。肩甲骨しっかり引き寄せましょう。さあ上体を起こして繰り返し、吸ってオープン、吐いて背中斜め前両手頭上、そのまま肘を曲げ肩甲骨寄せる。さあお腹を薄くして行っていきますよ。さあ左足母指球しっかり踏むことで左の足内ももの、ね、筋肉も使えています。さあお腹を薄くして、あと2セット行っていきましょう。途中にぐらついても何回でもやり直して大丈夫ですよ。ラストいきましょう。吸って前から風をいっぱい浴びて、吐いて斜め前プルダウン。さあ両手頭上保ったまま上体を起こします。ハイランジ、両手を胸の前に合掌して左へツイストかけます。斜め前上体を落として右の肘と右のももタッチ。頭遠く肩を下ろしましょう。後ろの足もぐんと長く伸ばしてホールド。 OK。 では目線を下に移します。後ろの足ポンと前に蹴って揃えて膝閉じ。さあもう一度左へツイストです。さあ足元しっかり土台を安定させましょう。はい、では真ん中にだらんと力を抜いてロールアップで上体を起こします。両手を横から上で合わせ、吐いて胸の前に下ろして終わりにしましょう。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。最後まで頑張れた自分をしっかり褒めてあげましょう。またぜひ一緒に楽しみましょう。
この動画は有料のダイエットプログラムヘブンのショートバージョンです。今回無料で誰でも行っていただける短時間のプログラムにリメイクしました。短時間といっても20分前後ありますので、十分に脂肪燃焼効果を実感していただけたかと思います。この動画に慣れてきた方はぜひヘブンの方もチャレンジしてみてください。ヘブンはボリュームが 1.5 倍から2倍近くあり、 YouTube でも視聴できます。また昨年スタートしたオンラインヨガ B ライフスタジオが1周年を迎えます。今回1周年を記念して1月末まで30日間無料キャンペーンを実施しますので、ぜひこの機会に体験入会していただければ嬉しいです。こちらでは私を含め14名の専門講師が毎日のようにライブレッスンをしていますので、ヨガをみるみる習慣化することができます。そして B ライフスタジオメンバーになるとヘブンを無料で視聴することもできます。新年新しいことにチャレンジしたい方はぜひこの機会に入会して一緒にヨガを楽しんでいきましょう。